お疲れ様です。今日っすね、こちらの限界突破スケ入れたバージョンホールブレイカーやっていきます。ということで、まあ、スケね、ちょっとあんま触れられてない。やっぱもうロキコとちょっとロイジャイが注目されすぎててすごいかわいそう。俺はね、意外と気に入ってるんですけども、まあ性能ね、振り返りますと、さあこちら、サイクル3なので4回に1回かな、この限界突破つけてて、あーみたいなね、もう攻撃するために増殖していくよと。で、最大6体になったか8体だったらしいんですけど、なんか急遽下方修正入ったみたいな言われて、最大6体になったっぽい。はい、まあセーナースケルトンと一緒なんで、ウッドやったりザップでね、はい、速度ビデオはあるんですけども、やっぱその呪文枯渇的なね要素では活躍できるタイミングがあると思うので、まあ増殖してる、まあ増殖やってるつもりじゃないけど、気づいたら増殖企画やんけっていうのをね、このスケ、はい、楽しんでやっていきます。ちなみに今ね、世界トップ10のうち、まあ世界1位も含めなんですけど、7名ホグです。ロケコホグです。えぐいです。はい、もうスケとかババの居場所がね、ほぼないほぼない。あ、でもそんなね、ホグにもこちらマジアチャ取るね施設勝てます。はい、おすすめでございます。いきましょう。ベニモピーヤ、それが冷静にやばくね、世界トップ10で7人がホグロケホって。それはね、マイティが悪いのかね、ロケコが悪いのかさ、ホグが悪いのかとかいろいろあるじゃん。ホグ下方しね一旦ホグさ下方しないかいってならん、ならんかな。え、ああ、あれだ、 LSP のレベル14だから死なんかったよ。なるほどね。ってか俺もあれや、仲良しだ。はい、施設がパトン。おお、インフェね。これさ、普通に考えたらコスト間に合わないっていうか、やめろ。いやー、でかい、めっちゃでかい。オールブレイカーだけレベル15や、タルババヤシかも。これ痛えな、だいぶ。もしかして、あ、このナイトやばいかも俺。いやでも俺タワー15だから頑張れないのかな。いや思ってるより痛いか。まあまあまあ仕方ねえな。はい、ってことで、いやめっちゃ似てんな。デッキ俺がバルキリーで相手がナイトぐらいじゃね、違うの。多分それ以外全同じなパターンがある。スケかゴブリンかリゴブドッカーとかもあるんですけど、めっちゃ似てる。さあもうなんか暇なんで行っちゃって、あ、LSP でしたね、そのさっき。はい。たまたま入らにゃーい。もうこれでも。もうちょっと頑張ってほしかったっすね。あの、バルキリーかマジュチのエイムか。はい。サボられたね。さあ、インフェ。まあこれトルネで金起動も狙ってるでしょう。まあされたらされたでいいかな。スケの増殖ね、気持ちいいんすよね。なんか増えていくあの感じ。パパ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 パって感じの、なんか気づいた勝手に事故ってくれたりもして、めっちゃ好きなんですけど、そううまいことはいかないっていうね、やつですよね。なんか知らんけど。え？ってかポイズあるんだ。それやべえよ。普通に。聞いてね。なんか低めな。てかタルババなんでこれ、オールブレイカー入るんですか？熱っ。うん、居抜き抜くいいんですけど、居抜きたいし、記念にスケルトンも配置してあげよう。トルネも行こう。おお、見て、これ、増殖、増殖バグ。増殖バグって言っちゃってるけど、いや、なんかね、いや、気持ちいいんですよね、あれ。メガナイトとか来ても、意外とこのスケだけでなんとかなっちゃうみたいなこともあったりして。なんか気持ちいいんだよな、本当に。意外とこの、あ、ただのスケルトンだったら、あ、やばい、止まんなかったけど、たまたまスキル増えてくれて、耐えれたみたいな、ことが意外とある。意外とあるんですよね。そうなん、ちょっとその増殖がね、意外と病みつきになっちゃって、もう俺はロキコも好きだし、まあ、ロビジャンもまあ強いし、ババもなんかね、可能性に満ち溢れてて、あの、
好きなんですけど、いやスケも捨てがたいですよ。はい、いっぱい出してあげよう。スケルト1回目雑に使えるしね、スケとかね。さあ相手待ってくんね。もう大型の化け物の香りしかせんや。おう、射抜きたい。いやもう射抜いていいよの顔やん、あれ絶対。射抜いていいよ、後ろ行っちゃうよ。一発だけでいいよ、全然いいよ。マジやちゃ、いやでもこれ普通にソウルコールされたらさ、ちょっと面倒くさい。え、違う、そう、まさかのちょっと予想できない系のドリルだ。スケキンドリルや。はいはい、吹き矢じゃなくてロックになってて勝手に緊起動してくれたっすね。ありがてえなこれ、幸せです。でスケはあの2回も出さんといけんのっすね。地味に遠いっすよね。いやなんで痛いって。まあまあまあ、インフェ、インフェ意外と便利か。まあバルキリーもちょっといいっすね、ドリルゲイね。まあさす、え待って、この位置やばい、逆サイクル撃たれる。あ、まあ持ってくるし、え、もうマジアチャ本当に射抜き棒いやだマジアチャだけは強いかな。最高、射抜き毒。あー、こういうのはねスケキンなんかこんなんでいいんだ。でウッドでね、しかもオールブレイカーがやる気なさすぎ。なんでいた、どういうこと。じゃロキコはやる気ありすぎお前。ああ、殴んないんかい。いいよ、熱い熱い熱い。あーめっちゃうまいそれ。でも射抜き病発動します。マジやばい、スケキンで来ねえかな。もう一発惜しい。いやマジマジ打ちだけでやっていける。あー相手置かれるとねまた話が違うんですよね。暇出し飛ばしちゃおう。あ、これ増殖スケで生きていける。あ、生きていけそういね。ちょマジでやめて、やめてそれほんまに。お前だってどう考えてもそれだけでさダメージ追いつかれるのさ話違うっすよね。こっちあなんか、まあ、読みという名のミスですよね。ぶっちゃけ読みは読みじゃない、それ間違っちゃったら芝。いやロキコ地味に嫌だなおなんか美味しいな。さあトルネウッドで毎回ロキコしばいてもいいけどな、同際。いやマジ暇すぎん。あなんかだるそうこれで。まあこの辺にマジで召喚しとくで、ロキコとかちょっと嫌だな。あー、うん、見えてる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 よ。ちょっと嫌だな、ちょっと嫌だな、嫌だな嫌だな。守りにくいんじゃないこれ。一発入るよこれ、一発だけね。うえぇ、さあスケ増殖まだかなまだかな。いやこれなんかこれウッドだけでも良さそうでしたね。一応6局警戒ね、気持ち程度にね、さすがにね。あーあちょっと低くなっちゃったかもね。ファイブを、ファイブ使ってくれない。これ相手の内側のこの辺で読みにくいんじゃないこれ。ちょっと暇すぎて、これ6局入ってくれたら美味しいな。うっ、でけえの来た。やべ、一点ミスしてる、一点ミスしてまー。あ、てか燃えてんのやばくねそれ。マジ燃えてんのやばい。マジ燃えてる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 、火事火事でーす誰か助けて、マジで助けてほしい。所要して、それもタイブレーク攻めなきゃ負けるんだ。攻めても負けそう。マジちゃう、あやべえ待って、え、あてめえマジ次ぶっ倒す。え、マジンコ、あうぜえ。ちょっと待って、イライラすんな
あれ鉄分か、栄養が足りてねえのかな。イライラすんな、あれでやばすぎ。ちょっとひじきでも食うか。最後ディガン殴ってなかったしな、タワラサボっちゃって。いってらっしゃい。まあ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 、ちょっと増殖っすけね。さっきから高回転ばっかだから。おお、ロッキー、やっぱ LSP とか、まあ、ウッドとかね持たれてると本当にね、まあまあ今まで通りのスケ、そこは別にスケは何も悪くないんですよ。けどちょっと重い、こういうデッキとか引けるとね幸せですよ。これスケルトン大活躍、スケでタワー折れる、そんな映像をお見せしたいと思います。あー、バルーン、あなたはバルーンですか、スケラですか、どっちですか。これ内側にオールブレイカー出すと緊急度しにくいですよ。これはまあ一発別受けていいんで、緊急して、まあ、この後幸せに行こうぜのね。てか今トルネ使ったね、俺は見てたよ。さあこの位置拾えるかい。無理だよね、難しいよね。これ居抜きて、居抜いていいかな、抜いちゃおう。抜きてんだもん。でランバー邪魔なんで、逆サイってもらって、あのベビドラももう一回逆サイってもらおうかな。今とかこれバルーン飛んでくると、お、なんか洒落てんな、バルキリーがちょっと迷っちゃった。さあでもキング起動したんで、これはもうお得じゃないですか。お得というかこれもう勝ちじゃん多分。さっきもな、なんか勝ったと思ってたら負けてたしな、クラロン分かんねえっすよね。勝ったと思った時ほど負けてんだもんこのゲーム。よくできてんよ本当に。すぐフリーズするやん。あー、てかイーフェサボりすぎじゃね、なんでその位置で届かんのと俺思うんです。さすがにね、これさ、もう右がいい、左がいい、どっちがいいんだろうね。まあこれでも勝ち方はもうインフェを3本ぐらい真ん中に立ててください、そんだけ。でもここで相手フリーズしてきます。はい、うん、俺のなんか気持ち程度のスケルトン、あー、イシリされちゃうよね、しょうがないよね、それマジで。インフェを先にいっぱい置いとくのが大事っす。相手はもうね、なんかもうユニットで攻めとけええやらってなるんですよ、こんな感じで。その通り。うん、でこれはやばいけど、もう一回インフェもあるんです。はい、さっき最初にインフェ置いたから。でフリーズ打たれても、まあちょっと鼻かいぐれで、まあさすがにこれでもトルネ使わせてもいいんじゃね、暇だし。おいよ、いやそうですよね。でまた俺が大事なのはインフェを置く、マジこれっす。でインフェを延命する、マジこれっす。インフェを延命しとく、延命しとくと負けない。しかも相手がね、さっきみたいにトルネードを使ってくれると、いやもうその位置読むの天才か、勉強できるタイプだなあんた。ちょっとやばいよね。ちょっとやばい、気のせいか。さすがにね、もうキング起動の恩恵がやっぱでかすぎるよね。で最後ヤンキーは良くないんですけども、ヤンキーしたくなったらヤンキーしても良くないよね。やべ、なんとかならんか。いやー、まあさすがにね、あんなことしなければね、ちょっとヒヤヒヤしなくて済むんですけどね。オーケー、神相性、危ねー。もっとスケを増殖させてよ、ゴーレムか。まあ、ゴレジャイ、ロイジャイとか、まあ、呪文がザップだけの相手とか、まあ、そういう相手がちょっと増殖しやすいんですけどね。あんまりそんな機会もないっていうね、スケルトンの現実。
さあ来たランページね。いいじゃないの、よろしく。まあ削ってこう。ホグとか来たらな、まあ幸せなんですけどね。さあホグの多いバージョン、ロイホグっすね。ロケコモンクロイホグみたいなのも地味にいるよね。いや痛えな、インフィ突破されちゃうっすね。まあまあ文句、ああマザレクだるい、マザレクロイホグか。いやわかんねえな、あんま見ないっすよね。ヤナメ、おおすごい、ヤナメウッドの構成ってレアすぎ、トルネ絶対ないやん。これトルネだったらもう、あーあーああキョスケロイホグ的なにしてもちょっと違うっすよね、あまり見ない。矢の雨ウッドっすもんね。まあキョスキロイグパターンちょっとあるよ。いやめっちゃ緊急して、いやーちょうどやっつけてしもたね。ヤウッドね、ヤウッドいいよいいよ、マジアチャ犬兄弟じゃない。あとはちょっと序盤にキング起動したいな。うん、まあザネク。で、もう一回こうヤナメウッド打ってくれんのあんた。打ってくれねえな。入れ。いや、もうじゃ、これ強すぎ。さあ、キョスケロイホグっすね。これ、犬いたらやばいのかな。私、犬来たくて仕方ねえんだよ。やめとくか。一回、一回冷静なら俺。こういうので犬いていい思いしたことあんまねえし。怖い怖い怖い、なんかびっくりするびっくりする。いやめっちゃいいロイホグやん。内側来てくれるね。からの蓋してギガーまで来る、やばい。うん、間違いなく微妙なトルネね、間違いなく微妙なトルネだけど、リガー入ってるからいいや。俺多分無茶しなければこれはね幸せに生きていけそうなんですけど、あ、これはもうスケルトンの増殖さちょっと怖いかな。全部豚にしちゃうみたいな、自分でありそうじゃね。いやマジ、いやー一回落ち着こうか。多分リガーのこの削りちまちまやっとくと勝てると思うんだよね、ぶっちゃけ。増殖見て気持ちいいよ。いやウッド、いやでもはみ出たスケが、はみ出たスケがいる。これ増殖して、あーボコボスカにやられとるやん。いや天才ウッド、まあザネク下がっちゃってノックバックしちゃっていいね。これなんかいやウッドあんのかな、そういえばウッドあるからなんやんって感じか。ウッドあるんか、いやエムいいなゴースト、マジでちょエム悪いなお前。いやーこのゴーストはね許容してもいいし何でもいいや。ホバいないの幸せだなこれ。いやウッドだからね、ホバがなくなってる。おお一回ね後ろからね。いやーでも言うてちょっと怖いんですよね、なんかこういうのって怖くないですか。守れんのかなっていうこの不安がね。守れるんですけど、またマザネクとか来ちゃったりして、そっちね。もう一緒に守るよ、もう攻めないグラロはね守ったらええね、攻めたら負けるんや。はい、もうこんだけで、またマジアちゃん徹底徹底守るよ、俺は守るよ、手堅いよ。で、マザネクにもね、徹底していく。いやー、ちょっと怖いよね、こういうの、本当に。ちょっとだけ。まあ、負け筋は何なんだろうね。わからん。うっ、増殖？増殖、増殖、増殖、増殖！記念増殖！うえー。
別普通のスケルトンでもいいけど気持ちよくなれんのよ増殖がね。たまたま事故るとタワー持っていけるんですけどね、そう簡単には事故ってくれない。さあマットこれは大会とかでたまに見るやつか、強そうな圧を感じます。さあスケ、おあーロイっすね、はいもうロイです、ボクちゃんロイですのゴーストです。なんでまあマッチョなロイが来そうですよね、だからそこに対してインフェで戦っていきたいよね。さあ5打ってくれる、よかった、打たしてね。まあ暇でウォールブレイカー行く、たまたまユニットで、え、チンパンすぎ、嘘やろ、まあさすがにね暇だったんやろ。さあタルババ、まあ多分ファイアボだと思います。もう最近はねロケコいるんでライトニングを使う余裕がない、ライトなんか使ってたらもういやロケコロケコロケコで溢れちゃうんで、そういったとこもありハイボロイが多いんでね、インフィも刺さりますよね。あーめっちゃいいトリトンこれ、キンキするワンちゃん、わー怖いねビビらっすね。さあゴーストてかハイボ打ってきてたわ、打ってきてたよな、記憶力ねえんだ正直。まあどうせファイブいつか打たれるし、ゆっくりね。フェニックス15やん、なんで課金せんの15ならんてがもともと持ってたかいっぱい。あーこの LSP エロいね、ウッド使ってタルババだったね。そういえばなぜタルなんやろね、なんか地味にいるんですよね、 LSP でスップしてタグ取れるからとかかな。まあファイアボ使っといて、はい。世界で一番雑なマジックアーチャーの使い方。いやなんか15レベルでさなんか雑にする、いや右側がもしかして狙われてた、この相手の攻めの感じね、結構雑な、うっグッと、いやーお上手。さあ一応インフェが強すぎてなんとかなっている、これちょっと スケルトンセパレートとかしておしゃれにいっちゃおうか。あスケルトンさよならごめんね。いやちょっと痛いね、まだ右も入ってるし許してくれ。いやその鳥美味しい、どう考えてもいい肉や。あーそのトリトンもええ魚、犬、え、これ犬切るやん、頑張って鳥生まれる、怖えビビらすね、うっ早く処理しないと痛い目見ちゃうよ。いやー鶏肉完成する。さあもう1000まで削ったんでもうこれは引きこもるぜ、頑張って頑張って頑張って引きこもんね、引きこもるのもね頑張る必要があるっていう、はい、いやもうずるい、強い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 でーす。あれまあ相手もこれずるいなーと思ってんのかな、あれいけ最強スケルトン、えマジでこれはみ出てさ、え来た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 、これこれこれよこれよこれよ、はい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 、何でも守れちゃいます。スケルトンあどこ行った、すぐどっか行くやん、サブリグサンド、えてかさ俺意外とダメージ受けてね、あでも呪文圏内でした、おめでとうございます。
いや、アーマーアップはスケルトン増えてくるのがね、なんか地味気持ちいいんですよね。